業績の登録方法に関する動画は2種類あります。この動画では外部データベースからの取り込みによる業績の登録方法を説明します。ご覧のデータベースから業績を取り込んで登録することができます。業績を登録する際、類似チェックを経て業績を登録します。類似チェックにはご覧の4種類の方法があります。それでは操作手順を説明します。マイポータルのホームにアクセスします。外部システムからのデータ取り込みをクリックします。外部システムからのデータ取り込み画面が開きます。今回は例として J グローバル文献情報から取り込みますので、J グローバル文献情報をクリックします。 J グローバル文献情報の画面が開きます。著者入力欄に著者名を入力します。氏名は姓が先でも長崎でもどちらでも検索できます。入力したら検索をクリックします。検索結果一覧が表示されます。取り込みたい業績にチェックし決定をクリックします。選択した業績を追加するか確認するメッセージが表示されます。よろしければ OK をクリックします。正常に登録しましたと表示され、業績の登録が完了しました。取り込みが成功した場合はご覧のように成功と表示されます。その他の取り込み結果についてはご覧のようになっています。